サンマ御殿再現 VTR 傑作選衝撃インパクト編。2020年1月28日放送。捨てすぎまたは貯めすぎで失敗したこと。これにしよった。昔から読書が好きな私は一度も本を捨てたことがなく、部屋に本がたまりすぎてしまい、床が抜けてしまったこと。どうしたの？2016年10月25日放送。私が譲れない家事へのこだわり。さーて、掃除するか。廊下を掃除するときは汚れてもいい服でスライディングして床を転げ回り、雑巾がけ代わりにすること。2017年2月7日放送。食事中に起きた異性とのトラブル。ごゆっくりどうぞ。美味しそうだね。彼氏と初デートで食事に行った時、いただきます。彼氏が頭を上下に動かしてナポリタンを吸い込んでいたこと。2019年5月14日放送。私が思わずムカついた片付け下手な人の言動。友人の家に行った時、食べ終わったカップ麺の容器を部屋の隅に高く積み上げていたので、乗った、いい加減捨てろよと注意すると、これが倒れそうになったら捨てるからと、よくわからない言い訳をしてきたこと。2021年5月18日放送。友人関係を壊さないために私が我慢していること。高校時代、友人が、うわ最悪だ、55点だったわ、勉強したのにな。テストの点数がひどかったのだが、お前何点だったの？いや、いいから見せろって。あ、私の95点の答案用紙を見て、マジで95点すげえじゃん。おい、何してんだよ。ビリビリに破いたこと、はい、これで0点ということで、さんま御殿再現 VTR 傑作選衝撃インパクト編でした。